フランク・ゴーシンはアメリカ合衆国のコメディアン、俳優、声優である。1933年、ペンシルバニア州ピッツバーグに生まれる。高校在学中に劇場の案内係として働き始めたことから舞台に立つきっかけをつかみ、次第に自身の好きな俳優たちのモノマネで才能を発揮。17歳で地元のローカルタレントコンテストに入選した。高校卒業後は、 玄関ネギーメロン大学で演劇を専攻している。19歳になるとアメリカ陸軍へ入隊し、ドイツで2年間過ごした後に退役。アメリカへ帰国すると、再びエンターテイメント業界で働くようになり1956年にプロデビューしたのをきっかけに、様々なテレビドラマシリーズや映画などへ出演し、本格的なキャリアをスタートさせた。同時にバートランカスターや、 カーク・ダグラス、マーロン・ブランドなどといった俳優たちのモノマネを得意とするコメディアンとしての評価も高め、ラスベガスなどのナイトクラブで人気を博した。T.B. ディー,ー,ーン、マーティン・ショーの常連でもあり、また1960年代には彼のキャリアで最も知られることとなる悪役、リドラーを演じた会長人間バットマンへも出演。アダム・ウェスト演じるバットマンの宿敵のキャラクターであり、 コメディアン出身のゴーシ進も危機として演じてお茶の間での知名度も上昇。同役ではその演技が評価され1966年のプライムタイムエミュー賞における助演男優部門にもノミネートされた。後に同作品が映画化された際には同じくコメディアン出身のジムキャリーが同役を演じている。1957年にクリスティーナ・ロンドソと結婚して二人の間には 子供が一人生まれている。二人の夫婦関係は2005年に合心が死去するまで続いた。2005年4月にテネシー州メンフィスで自身が出演したショーの後にロサンゼルスへ戻る飛行機の機内で体調が急変し、ロス市内の病院へ運び込まれたが、翌月の5月17日に池を引き取った。死因は肺炎と肺んの併発で72歳だった。 ありがとうございます。